報道するラジオ、今週の特集テーマ TPP 交渉参加で私たちの暮らしはどうなるでございます。まずご紹介いたしますのは、グローバル企業がアジアの人たちにどんな差別や貧困をもたらしているのか、そんな問題とずっと取り組んでいらっしゃる NGO でアジア太平洋資料センターというところがあります。こちらの事務局長をなさっている内田翔子さんです。内田さん、こんばんは。こんばんは。どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。毎日新聞の平野です。よろしくお願いします。はい、お願いします。内田さんはですね、この TPP の交渉、シンガポールとペルーのリマで行われたものを実際に、現場まで行ってご覧になってきたっていうことを伺って、はい、いや、そういう経験なさってる方がいらっしゃるんだ、ぜひお話を伺いたいと今日思ってるんですけど、一般の人でも TPP って行っていいんですか？はい、まずですね、参加資格はですね、まず、TPP に入ってる国、今11カ国ありますけれども、そこの国の交渉官はもちろん交渉する人なので、当然行きますが、いわゆるステークホルダーといってですね、これは日本語に訳すと利害関係者と言われるんですが、要はその交渉内容にいろいろとこう影響を与えたりですね、主張をこう反映させようと、そういう団体や企業などを指すんですね。で、登録をきちんと事前にすれば、ほとんどの場合参加できます。現場に行って1日だけですけれども、交渉官といろいろやり取りできたりする機会があります。会場ってどんな雰囲気、どんな方たちがどんなぐらいの数でこうやってらっしゃるんですか？全然わからないですよね。全くだって TPP に関しても、なんか情報は出しませんっていう言い方をしてますでしょ、クローズドだって、そうなんです。それで日本はもちろんまだ今も今日の時点でも参加してないので、当然メディアも NGO も入れないんですが、私は国際ネットワークがあるので、たまたまですけどアメリカの NGO として登録をしてですね、参加をしました。それで会場はですね、どの国で行われてもだいたいその国で一番高級なホテルでを借り切ってですね、借り切りですか、一番高級なホテル、全部じゃないですけど、はい、3つぐらいフロア借りてやるんですが、来てる人はまず交渉官が、11カ国のだいたい平均して合計で400名ぐらいですね。これは政府関係者でしょ？そうですね、でその他にさっき言ったステークホルダーというさまざまな企業だったり NGO だったり業界団体だったり、企業か業界団体、そういった本当の利害そのものを損得ある人たちもいっぱい押しかけてるんですか？そうなんです。それで私も驚いたんですけども、トータルでだいたい3、400人ぐらいそのステークホルダー全体いるんですけども、その8割が企業の人たちなんですね。企業の方が多いですよ。圧倒的に多いです、NGO とか労働組合なんていうのは本当に2割ぐらいしかいなくてですね、で来てる企業も、やはりアメリカの企業が大企業が最も多いんですね。いわゆるアメリカのグローバル企業ですね。そうですね、はい、例えばナイキとかですね、カーギルとか、フェデックスとか、私たちがすごくよく知っているような企業が軒並み来ていて、交渉と交渉の間に交渉官と話したりですね、さっき言った1日だけ、コンタクトが許される場というのに、みんな来てアピールをガンガンやってるわけですね。企業がどんどんアピールするわけです。つまりそれは自分の企業にとって得なように、政府関係者がちゃんと交渉してくれよって、そういう意味ですか？もちろんそうですね、はい。そんな生々しいんですか？結構生々しいですね。私もあんまり本当の秘密の話はそんなところでしてないですけど、やっぱりいろんなその会社のパンフレットとかいろんな文書を持ってきてですね、交渉官に渡したり、投資をしてほしいとかですね、そういう会話を実際しているわけですね。いや、ものすごい金儲けの話の場ですね。もう商談の場と言ってもいいと思います。商談の場と思った方がいいぐらいですか？はい、そうですね。でしかもTPP の会合っていうのはだいたい2、3ヶ月に1回行われていて、ペルーでは17回目だったんですね。だからかなりもう3年間交渉ずっとしてますから、もうずっと継続してきてる企業はもうすっかり交渉官と人間関係もできてますので、その場だけじゃなくて日常的にもやり取りを
してますし、つまり交渉官というのは政府の代表者なわけですから、そうです、言ったらもう国のその代表者を言ったら自分の企業にとってプラスなように動かす、はい、でもうあっちの国とやってきてやというような、はい、そんな場と思っていいんですか？あ、もちろんそうですね。例えばアメリカの企業でしたら、わざわざ遠くに行かなくても日常的にアメリカので、話ができますから、強烈なプレッシャーを与えてます。実際あの製薬会社の連合ですとか、はい、それから、まあ、食品の輸出、農産品の輸出企業ですとか、保険会社とかですね、まあ、これらははっきり言って日本をターゲットにあのしてるわけなんですけども。日本がターゲットですか？うん、あのそうなんです。で、交渉官にもこういう関税を引き下げてほしいとかですね、こういうふうな交渉してほしいというプレッシャーはいつもかけてます。で、あの交渉の会合の時は他の国の交渉官と会えるというのが、まあ、一つのメリットでもありますので、うん、まあ、そこであのやはりアメリカの業界団体や企業はもう最大限アピールをしていて、特にあのペルーではですね、はい、あの今交渉がちょっと遅れ気味なんですね、はい、たくさん TPP って広い分野があって、揉めてる分野もありますから、そうするとあの企業としては早く妥結してもらわないと儲けにつながらないということで、強烈なプレッシャーを交渉官にかけて、つまり年内妥結してほしいとかですね、もう妥結の時期まで。そうですね、はい、ですか、はい、それはあの言ってます、まあ、もちろん USTR というアメリカの交渉政府の機関も、年内目指すと一応言ってますので、まあ、それに5年押すという感じで絶対にやれというようなあのプレッシャーをかけているという実態なんですね。あの日本ではね、安倍さんがおっしゃってるのは国益のために、うん、はい、これは TPP に参加するんだとおっしゃっておりますし、はい、守るべきものは守るんだというふうに、まあ、自民党の公約にも書かれてるわけですけど、あのそういう、まあ、伝わっている日本で言われていることとね、はい、実際に現場に行かれた内田さんの印象というのは、いかがですか？あ、全く違います。全く違う、はい、どういうふうにですか？それは私も驚きますけど、あの、それぞれの国に守りたい品目があるということはですね、はい、これは当たり前なんですね。いわゆる聖域ですね。そうですね、はい、その国もやっぱり守りたいもの、特にまあ主食とかですね、一番こう基幹産業的なもの、でそんなのは当たり前なんですね、うん、でところが日本が今守りたいと言ってるもので、しかも聖域としてあの認められたとかこれから頑張るとか言ってますけども、はい、まあ、交渉官にいろいろ聞いてみるとですね、じゃあ全部思い通りに守れるわけないでしょという感じなんですね。交渉官って日本側の交渉官ですか？あ、いえいえ、現地の、 あの現地の、はい、他の11カ国の、例えばオーストラリアとかニュージーランドとかそういった国々です、ね、あ、日本の国内では、あの守りますよと言ってるものも、そんなもん守れますかいなと海外の交渉官は言っている。はい、そうですね、まあ、全部守るのはもちろん無理ですし、結局それは交渉の中で、話すものであって、あらかじめ日本にはこれだけ守られてるなんてことは誰もどこでも決めてないという話なんですね、内田さん、はいはい、全部で、まあ、対象品目は9000品目にわたるという話でですね、はいはい、まあ、日本がこう交渉に参加するのは来月で、たった、まあ、はい、できても3日間ぐらいだろうと言われて、はいはい、とても 3日間たった3日間ぐらいしか認められないと。もうだって17回、17、だからそこでね、お聞きしたいのは、日本がそこの途中で入って17回終わったところで、はいはい、日本のその権益だけをですね、主張してる、どれだけ認めるのかなという、もう率直な疑問ですよね、はい、その辺はもう現地でいろいろその見聞されて、はい、その辺のこう見通しみたいなのはどういうふうに思いですか？大変厳しいと思います。厳しいですよね、はい、ではっきり言って、あの私たちも NGO ですから、うん、TPP 自体にはあの反対をしていたりしますけども、アメリカやニュージーランドの NGO のメンバーたちは、うん、日本がこんなに遅れて不利な条件で入ることが全く理解できないというわけですね、うん、これは多分推進している方もですね、はい、あの今から入って大丈夫かなってはっきり言って思っていると思いますし、うん、日本の交渉を担う方々も、まあ、私どもも接触したりするんですけれども、いや厳しいっていう本音は
たまに透けて見えますね。つまりテキストをどんな交渉かっていうのはもう誰も知らないわけですね今。外務省とか、経産省とかその交渉を担う人すら知らないわけです。でそれが初めて見られるのが7月の交渉に入れるという日の直前なんですね。直前に、はい、でしかも全部英文で、それはもうすでに1000ページとか1500ページの10文目になってるわけですね。だからそれまず読むだけでですね数日かかるようなものを慌ててまあみんなで読んで交渉終わってまいりますやん。そんなしてる間にあっという間に、はい、あっという間に、はい、ですから対策とか戦略とか、はい、情報収集とか言うてる間はないですやん。ないですね。だから全て後手後手に回っていてですね、しかも守るものっていうことばっかり日本政府は言ってるんですけども、うん、じゃあ一体 TPP で何を勝ち取ってくるかと、いうことはあまりクリアじゃないんですね実は。守るべきものばっかり言ってるんですけど、ですからメリットっていうこと自体があまりにも具体化されてないので、デメリットの方はもうかなり試算がなされたりですね現実的に見えてきているわけですけども、だからもうかなり不利です。でしかも年内に妥結しようというのが全体のこうスケジュールで目標とされているの で、でかつ7月は全く今おっしゃったように意味ないんです。もう参加しても行って帰ってくるだけっていう感じなんですね。ですから次が9月と言われていて、そうするとまあ1回か2回ぐらいしか参加できないんだとすれば、こんな広い品目広い分野の交渉ですね、もう17回もしかも他の国はやっている、そういう中で日本が入っていって、まあ、よほどのタフネゴシエーターがずらずらと並んでですね、交渉力を発揮できればいいんですが、正直それは可能性としては低いので。そうですか。内田さん、はいはい、ここでですねもうお一方のゲストをご紹介したいと思います。はい、元外務省国際情報局長でいらっしゃいます孫崎ウケルさんともお話をさせていただきますので、はい、内田さんもご一緒にどうぞ。孫崎さん、はい、はい、どうもお久しぶりでございます。こんばんは内田さん、こんばんは、お願いします。よろしくお願いします。孫崎さんは外交のプロとしていろんな修羅場をくぐり抜けていらっしゃいましたけど、今の内田さんのリポートを聞きになっていてどんなご感想をお持ちでしょう。いや本当にね今自民党は守るべきものは守る、はい、攻めるべきものは攻める、はい、これを公約にしようとしてますね。ですから多くの人は日本には守るべきものがあって、多分ある程度、まあ、100% とはいかないけれども、60% ぐらいは守れるんじゃないかという印象を持ってると思いますけれども、はい、これは基本的に今内田さんがおっしゃったように守るっていうことはありえないんです。ありえない。それはね、内田さんに聞かれればお分かりのようにもうすでに交渉の17回ラウンドが終わってますね、うん、そしてこの17回のラウンドで交渉した内容については、はい、これを後から入った国はひっくり返すということは絶対にできないんです。あ、そうなんですか。それで、はい、これはすでにねメキシコそれからカナダが後から入る時の条件はこれまで合意したことは守るということですから、ねそうするとですね、先ほど内田さんがおっしゃったようにもう基本的にはね残りあと1回か2回で大体まとまるという大枠がもうできてるんですよね、はい、だから大枠ができているところでこれを全部、ね、元に戻してひっくり返すということはできませんから、だから攻めるべきものは攻めるなんて攻める場所がないんです。守るべきものは守るって言ったってもうすでに合意さそのいろんなところが合意されてるから守れないんですね。戦おう思っても戦う相手目の前にいないようなもんですよね、うん、終わってるで試合はってなもんですね、はいはい、おっしゃる通りだと思います。いやそしたら野球が終わってる時にね、もうすでに野球が終わってるところにバッターボックスに立って俺ホームラン打つよって言ったって何の意味もない。そしたら7月またこれも参議院選の後になるらしいですけど、うん、ね交渉に長くて3日ですか多くて、はいはい、これにわざわざ行くっていうのは孫崎さんどういう意味があるんですか。いやこれは、はい、あたかも交渉で
守るべきものは守る、攻めるべきものは攻めるということをしたということを国民に印象づけるわけですから、うん、だからね、これはあの前回 の、 あの衆議院の選挙の時の公約も同じですよね、うん、正義、なきというような問題をこう出すことによって、正義、この正義なきというその条件のものがね、クリアしなければ、TPP には参加しないとこういうことを言ってたんですけど、だから多くの国民は最後の参加しないという条件のところだけ聞いたわけですけれども、そうですよ、本当に国益にならないんだったら参加しないんじゃないんですか、ね、そういうようなところっていうのはね、今回ののもうまーくごまかしてるんですよ。守るべきものは守る、攻めるべきものは、ね、何にも、じゃあ具体的に何守るんですかって言ったらね、交渉しなければ守るべきものはな具体的に分かりません、バカな話はない。守るべきものっていうのは最初からクリアになって、何を守るかはしないということはね、あの政府も守るべきものは守れないことを知ってるんです。知ってるんですか。はい、そう思います。ですし、あのやっぱりですね、途中で脱退すればいい、すると宣言してますけども、そうですよね、国益にかなわないんだったら途中で脱退するっていう話ですよ ね、 ですよね。ただ現実的に考えるとそれはほとんど無理なんですね。でもう17回も重ねてきたものに、日本は今回、まあ、相当無理を言って、入れてくれ入れてくれっていう形で4月にですね、慌ててそのいろんな国と協議をして、まあ無理やり入れてもらって、しかも7月の交渉にも行きたい行きたいと懇願してですね、やっと3日間だけ許してもらったんですね。でそうしておいて、やっぱり守れないかったからやめますっていうのは、まあ、これ普通の人間関係でも考えてもそれはブーイングですし、あの、まあ最悪それやってもいいですけど、相当それは国際社会の中で信頼を失う行為ですから。でかつ最後に言えば、アメリカはやはり日本の市場というものを非常にあの狙ってますので、やっぱアメリカとしては日本に入ってもらわないと困るわけですね。それでずっといろいろ一緒になって準備をしてきたっていう経緯があるので、アメリカはですね、一旦入った日本を出たいと言っても絶対に出させてもくれない。そうです、もうあの足抜けできないみたいな、そういう世界なんです。あら、野球の球場に入ってしまったからもう出さへんでってなっちゃいますか。そうです、試合終わってるんですけどね、うん、なんでこんなことになってるかとか、具体的にどんなことが予想されるのかという話をこの後またコマーシャル挟んでお聞きしたいと思います。はい、報道するラジオ、今日のテーマは TPP 交渉参加で私たちの暮らしはどうなるです。今日はアジア太平洋資料センター事務局長の内田翔子さんと、元外務省国際情報局長の孫崎受けるさんにお話を伺っております。今度は孫崎さんからまず伺いたいんですが、孫崎さん、はい、リスナーの方々からもいろんなご意見が来ておりまして、例えばラジオネームタネファンさんっていう方なんですけど、アメリカは本当に日本の素晴らしい制度である国民皆保険制度を崩そうとするんでしょうかっていうふうに聞いてらっしゃるんですね、はい、これ医療の話ですよね。医療の、これ崩れますね。崩れます。はい、もう確実に崩れると思います。どういうことかと言いますとね、医薬品の高止まり、はい、それから高額医療を保険の対象としようとしますから、実際に壊れるんですね。それでちょっと一つ、はい、具体的に TPP に入ったらどういうことが起こるかということを、ちょっと具体的な例でいきましょうね、で皆さん次の例2つ私これ申し上げます、はい、政府がね、企業に廃棄物処理施設の許可を与えた、そしてそこから有害物資が出てきた、はい、それで、飲料水の汚染が起こった、水が汚れてしまった、ね、はい、でがんの患者もその辺で多く出てきた、はい、ということで地方自治体がその施設利用を不許可にした、うん、許可しませんよと。そう、はい、そしたらどうなるかっていう例がね、そんな当たり前のことですやん。廃棄物処理施設を作って水が汚れて病院の方が出たらそんなもん許可できません。そんなわけじゃないんですか、うん、これがメキシコでね、メタルクラッド社っていうのが同じようなことをやったんです、はいはい、そしたらこの企業の
利益確保が失われたと言って提訴して1700万ドルの賠償を払わなければならないという判決が出たんです。え、相手の企業はどこの国ですか？アメリカ。はあ、こういうことが起こるの。だから利益をね、持てなければどんな理由であっても利益を失ったら賠償しなければいけないという制度なんです。じゃあもう一つ言いましょうね、はい、カナダ政府は米国の製薬会社イーライリリー社に対して注意欠陥多動性障害治療剤が臨床実験が不十分だということで特許を与えなかったわけですね。あ、ドイツの企業の薬を特許当たるかどうかと、あ、ごめんなさい、カナダの政府の話ですね。アメリカの企業がね、アメリカの企業が、はい、あの特許くださいと言った、はい、だけどもあの医療は治るということと同時に副作用がありますからね、はい、臨床実験数が必要なわけです。当たり前ですよ。その実験数が不十分だということで特許を与えなかったわけ。当たり前だと思いますけど、ね、そしたら会社はこれをカナダの裁判所に訴えた、はあ、でカナダの裁判所はこれは同じように不許可はそれは当然だということで会社の、要求を却下したんですね、まあ、そこまでは納得いきますね。そしたら、はい、この会社は、うん、ISD 条項というのを使ってこれ TPP に入ったら出てくる問題って言われてるもんですね。そう ISD 条項ですね。そうこれは、はい、企業が国家を訴えられるという状況なんですけど、これでカナダ政府を去年の12月に訴えて、うん、その額が1億ドルです。1億ドルというようなね、はあ、その、法律制度っていうのは基本的に人間の安全であるとか命であるとか、はい、いろんなことを考えて、法律っていうのはあります。そうですね、しかしながら米国の企業が進出するときに、うん、その利益の確保が法律ないし制度でもって機会が失われた、機会が少なくなったら訴えることができる。だから日本の法律よりも、日本の最高裁判所の法律よりも、ISD 条項で決める方の方が上位に行くんです。ということはね、ISD 条項を認める TPP に入ったら、はい、日本の国家試験っていうものがなくなっていくんです。はあ、尾崎さん、これ今政府はですね、これを、はい、ISD 条項をその日本政府は認めるか認めないか中途半端な言い方してますよね。このものは入ってるんです。この ISD 条項のない TPP っていうのはありえません、うん、それでね、まあ、安倍さんは公的医療保険 その論議は対象外だと言っているんですけど、具体的に知的所有権とか金融サービスでこういう問題が話し合われてるわけですよね、はいはい、だからもう認めざるを得ないような状況に追い込まれてるんですよね。今回ですね、非常に重要なことは、うん、議論をしなくても、うん、大枠はね、うん、これを排除するという以外のものは、うん、全て将来対象になるんです。あ、そうですね、だから今回ね、国民健康保険の問題を議論しましてませんよということは、うんうん、その問題は将来かかってくるということなんで、かかってくるということですか、うん、もしも今回それをここのところこうするという守りがしっかり決められるということでなければ将来は崩されるということなんです、うん、じゃあ今教えていただいたその ISD 条項、うん、国の法律よりもこの ISD 条項で海外の企業が国を訴えることができると、うん、はい、そういうことなんです。そういうそれだとね、その医療の私らの保険ですね、うん、まあ、3割やった3割の負担で、はい、みんなが同じ医療を受けられるという日本のシステム、はい、これが崩れていくというのはどういう関係になるんですか。どういうことかと言いますと、ね、はい、今申し上げましたように、うん、米国の薬品会社、はい、具体的には高額の非常に高いものを、保険の対象にしろと必ず言ってきます、うん、はあ、ね、安いものだけ対象じゃダメじゃないかと、うん、高額のものも対象にしろということを言いますから、はい、そうすると医療保険の対象のものは一気に高額のものが対象になります、うん、ということは実質的に
賄えるお金は同じですからパンクします。あ、保険がもう効かないような診療になるわけですね。自由診療でお金出してやってください、10割払ってくださいと。そうすると結局どういうことになる、はい、この ISD 条項というものがなぜアメリカの企業にとってプラスかというと、はい、これ一生懸命にアメリカの一生懸命にやってるのは保険会社です、うん、でどういうことになるかと言いますとね、国民健康保険が崩れれば、うん、日本の国民は民間の健康保険に入らざるを得ないんです、うん、だから国民健康保険に依存しなくて個人個人が私的に私的に健康保険に入る、はい、この健康保険の会社の対象がアメリカですから、アフラックとか、うん、だから健康保険が崩れた方が今一番その TPP のアメリカの推進になっているアフラックとかという保険会社に一番にプラスになるんです。アメリカ の、まあ、あの主要な業界ですよね、うん、保険業界 で、ね、はい、その保険業界が日本の市場に入りやすくなるんだ。そういうことです。あのですね、桃崎さん、今までのお話でいろんなご意見皆さんからいただいてるんですけど、じゃあなんで安倍さんはある種国民に嘘をついてまで TPP に参加しようとしてるんですか。日本はアメリカに売られるみたいじゃないですかって。ポチになりたいだけ。アメリカの？もういや、なんでポチになったら何かいいことありますか。そうですよ、まあ、ポチになったら自分は首相の座に入れるとこう思ってるだけですよ。そんなもんですか政権って。そんなもの本当に残念です。日本の国益に TPP にこれまで多分いろんな方に伺われて、ああ TPP の危険性っていうのはいろんなこと言われたと思います。だけどこれに入ってプラスだということは具体的に誰も説明できない、はあ、うん、そうですね。だから本当に合理的な説明ができないんですよ。私さっき言ったようになぜこんな不利なのに入るかっていろんな人が思ってるんですけど、はあ、誰も合理的な説明できない。メリットは説明できないで、デメリットはいっぱい説明されている、うん、それでも進んでいくのは政権にとっては得なんですか。まあ、今孫崎さんおっしゃったようにですね、うん、もう理性的な判断の域は私は超えてると思っていてですね、つまりちゃんと国民の命とか財産とか健康とかあと自給率ですね、農業ってやっぱり単に農民の人たちがっていうんじゃなくて国にとっては安全保障だったりするので、安全保障ですね、食べ物の自給率ね、それがもう絶対にボロボロになると分かっていてそこに入るということはですね、もう国家という機能自体を放棄しているとしか思えないわけです。なんか食品の安全や農薬などの基準というのもね、うん、今の孫崎さんのお話で ISD 条項って言われたら全部いやそんなんあかんねんあんなんあかんねんって他の企業から言われかねないですね。はい、で実はすでに言われてましてですね、はあ、日本で全く報道されないんですけども、アメリカは、5月から6月の1ヶ月の間ですね、国内で主に企業に対して日本が TPP に参加したらどういうことを求めますかっていうパブリックコメントというですね、はい、もう誰でも書けるようなウェブサイトに書き込むというですね、そういうのを取ってきたんですね。でそれが締め切りがあって今80件ぐらい集まっているんですが、もうそこは軒並みですね、さっき私が言ったような TPP の交渉に来ているような企業がもうガンガン書き込んでいるわけです。例えばカーギルとか、うん、それからアメリカの生命保険協会だとか、うん、それから、トウモロコシとかですね、いろんな農産品を売る、業界ですね。でそこはもうとにかく日本の関税は高いので、うん、取っ払ってくれと、まあ、全部取っ払えという、そうです、それぐらいの勢いですか。当たり前なことなんですね、アメリカ企業の要求としては。でかつそれだけではなくて、いわゆる関税とは別の非関税障壁といってですね、はい、いろんな制度とか法律とかですね、うん、まあ、ISD にも絡みますけども、例えば食品添加物の認証手続きですね、日本は本当に安全安心な食が素晴らしい誇るべき国だと思いますけども、そんなものはですね、遺伝子組み換え食品とか農薬がいっぱいついた農産物を売りたい企業からすれば、まあ、邪魔なわけですね。なるほど、それを取っ払えてくるわけですね、はい、取っ払えと。孫崎さん、はい、時間が来ましたので最後に一言ね、じゃあ今からストップかけられるものですか。いや、私は今度の、ね、参議院選挙だと思うんです、はあ、本当に皆さんね、はい、守るべきものは守る、
攻めるべきものは攻める、こんなもの、これは自民党の公約ですけれども、これは嘘なんです。だからそういう意味で、本当に今度のこの TPP で何が起こるか、しっかり見極めれば、ね、今度の参議院選挙でどういう結果が出るかによって、やはり政権は考えますから、国民は TPP が一体どういうものか、特に ISD 条項の危険性、国益を、国の主権というものがなくなる制度であるということは、本当にしっかり見ていていただきたいと思ってます。はい、知った上で選びたいと思います。どうもありがとうございました。アジア太平洋資料センター事務局長の内田祥子さん、そして元外務省国際情報局長、孫崎ウケルさん、お二人ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。平野さん、はい、今日の TPP に関してのいろんな話はね、はい、アンケロスさんっていうラジオネームの方は、なんか日本はええカモにされてるんちゃいますかとおっしゃる、あるいは明石焼さんは、国民にはわからない、知らされていないこと多いですね、こんなのいただきました。日本の国益がまあ一方的にこう損なわれてるというような状況が浮かび上がってきましたよね、はい、それで4月の日米合意ですね、まあ交渉に参加するということを決めたときに、アメリカのですね、豚肉生産者組合の幹部がですね、めまいがするほど嬉しいと、めまいがするほど嬉しいと表記してるんですよね。もうアメリカの豚肉の関係者は、もうそれだけね、まあ、日本のこの農業がですね、逆に、まあ、こう危機にあるということが浮かび上がるわけですよね。こちらにしたらめまいがするほど、ただ、まあ、どないしょうってことですね。その辺の危機感をね、有権者の人がどれだけ今度の先ほどの宇崎さんの話ですけどもね、はい、感じ取るかと、ただまあ地方選挙はこのところずっとあって、自民党は取りこぼしが目立ってるんですよね。これはこういう TPP、 特に地方へ行けば行くほど深刻ですから、はい、これをちゃんと見抜いてるんじゃないかなと私は実は思ってるんですよ。その結果がね、自民党が今これだけアベノミクスと言われながらですね、勝てないね、一つの大きな要因になってるような気がするんですよ。これからやっぱり大きな隠れたね、あまり交渉ごとですから外には出にくいんですけども、最も我々がこう注目しなければならない日々の生活につながる ね外交交渉なんで、本当に目が離せないなと。で参議院選挙はこう明確にそれを判断をね示したいなと思いますよね。私たちの食卓に乗るすべてのものが大丈夫なのか安全なのかっていうところの問題にもつながりますし、医療の問題ということはつまり命の問題が TPP だっていうことになってくるわけですね。来週は大阪選挙区の候補を予定してらっしゃる人たちの討論会、バトルになるかと思います。報道するラジオでした。